本日のマッチはインターナショナルカップアジア地区予選 UAE 対日本、エスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ両チームイレブンが姿を現します。日本、どういった立ち上がりになるんでしょうか。武藤、カットです。ヘラルサイード振り切ります。右サイド上がっていくヘラルサイード、オマール・アブドゥラフマン、集中力いいですよ。長いボールを送ります。このボールがつながります。仕掛けるタイミングを図る。クリアは精一杯ですよね。中へ切り込む、裏のスペースへ、勝負のシーン、ここをかわした、シュート、ドリブルで切り込んでいきシュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。そうですね、日本今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。いやシュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。しません、チャレンジはしません。後ろに流す。さあ右へ預けて、オマール・アブドゥラフマン、裏へ届くか、長いボール縦へ、ヘラルサイード、オマール・アブドゥラフマン、裏を狙っていきます。裏へ抜けた、乾、裏のスペースを狙う、サイドのスペースを使う、乾に渡る、もういい形ですよ。中に入れる、キーパー直接処理しました。大きく前線へ、このボールに触ります。サイドを縦に走らせます。いいボールですね。一旦前を取る、大きく縦へ、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。日本としては今はまだ 0-0 なんですけども、内容はあまり良くなかったでしょうね。というのもシュートがまだないんですよね。後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなんかをしていかないと、なかなかチャンスは広がらないでしょうね。得点は動かないまま後半を迎えます。後半ゲームはスタートしています。日本としては早めに仕掛けていきたいでしょうね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね。さあフラッグは上がっていません。インターセプト、
さあ日本のコーナーキック、この試合初めてのコーナーキック、ルーズボール、左側上がる丸山、遠藤、乾、このボールをカットします、ボールを受けます、どうする、シュート、オフサイドですね、最後ダイレクトで入れてきましたけども、アイディアは良かったでしたね。スルーパスを出す、このボールをカットします、もう一つ前に行きたい、武藤、厳しいプレッシャーに先ほどからさらされていますね、まあ中盤の底で起点になってますからね、この位置はパス回しで一番ボールが集まるポジションですからね、そこにしっかりマークをついて相手にペースを握らせない意図があると思いますからね、右サイドへ振ってコース空いた、危ないところでしたがなんとか切り抜けます、来たチャンスだと呼んでいた、ここから行きますよ、一人で持ち上がっていく、酒井から武藤、クロス、コーナーキックのチャンス、日本、ボールを受けて来た、これを読んでいた、必死のクリアですね、丸山、試合も終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました、このまま行きますと予選での敗退が決まってしまいます、 UAE としては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね、遠藤、香川から左へ、さあ繋がるか、宇治原、ボールが上がる、フォローいいですね、日本としては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには難しい、きたー、先制、日本、ゲームも終盤ここで大きな大きなゴールが入りました、日本、やった、決まりましたね、クロスボールに頭で反応、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ、UAE はベンチに動きがあります、さあ UAE2人の選手を入れ替えます、さあ日本土壇場、そしてここで最後の笛、1-0、日本1点差で勝利、かろうじて勝ちました、しかし北澤さん、最後の最後に試合が動きました、いや終わり間際で見せてくれましたね、
笛が吹かれるまで諦めない、やはりこの気持ちを最後まで持てたかどうかってことですよね。はい、そうですね。さあ、放送時間もなくなってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップアジア地区予選、日本見事勝ち点3を得ています。